はい、今回はですね、はい、神奈川県の横浜市にやってきました。はい、横浜にいるっていうことはもうね、そういうことです。家系ラーメンに行くんですけども、うん、なんかマコが、うん、ネットの情報でね、家系ラーメンを10倍美味しく食べる方法っていうのを見つけたっていうことで、見つけちゃったんですよ、うん、それをちょっとやらねばいけないなと、やりたいなっていうのでやってきました。はい、それではどんだけ美味しくなるのか、うん、検証してみましょう。行きます。今日は自分は普通のライスなのに、マコは2倍と、これも3倍ぐらいあるよ。できました。ここに乗せていくみたいね。していきます。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。ということで自分も食べるみたいです。いただきます。確かにこれすごい。今日美味しかった。本当にね、自分もそう思いました。書かれた情報によると、チャーシューの上に、チャーシューとか海苔とかのその上にニンニクを置いといて、そのニンニクをね、その都度麺につけながら食べていくという方法だったんですけど、結構手間かかるけど、マジでうまかった。本当うまかったね。方法としてはすごいシンプルなんだけど、10倍どころ実感としては10倍をはるかに超えるぐらいうまかった。もうね、動画の中ではわかんないけど。マコが横でうなってんのは分かったよ。ちょっと怖かったもん。あ、うなってた。うなってた。全然意識ない。うまいってやった。で、パッと横見たら、もう嬉しそうにこっちの顔見るやん。いや、うまかったね。美味しかった、美味しかった。もうああなったら、まあ、でも本当にさっき言った通り、元からうまかったんですけど、今日は本当に美味しかったんだけど、さらにあれがね、すごく飛躍した、本当に美味しかった。はい、ということで、ここから、まこさん、どうぞ。はい、ですね、まあ、本当に今日すごくシンプルな感想ですけど、この2人の興奮状態を見ることで伝わったかなと思うんですけど、まあ、以前にもお伝えした通り、ニンニクにもそもそも塩味が乗ってるんですけど、もうね、塩味の強さが増すだけじゃなくて、なんだろう、本当に。塩辛いものに塩辛いものがかぶさって、さらにね、もう事情三乗になってるパワーがありました。まあ、あれご飯何杯あっても、今日大盛りだけど、大盛りは、絶対あれはペロッといけちゃうから、大盛り2杯ぐらいはね、本当に今日の出来だったらいけます。3杯もいけるかもぐらい美味しかった。マジで？うん、すごい美味しかった。もう一回、今から食べに行く？うん、違う日にする。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また。また。